みのぼう、お腹触ってどうしたの？お腹空いちゃったんだ。おいしそうなパンがいっぱいだね。どれにしようか迷っちゃうよね。星形のパン？稲川スターフードプロジェクト？星の町稲川町、町全体がプラネタリウム。稲川町は豊かな自然に囲まれ、空気が澄んでいることから町内全域で綺麗な星空を見ることができます。大都会に近いことを忘れそうになるぐらいの満天の星空はとても美しく、まるで町全体が天然のプラネタリウム。稲川町ではこの美しい星空や星の魅力を多くの人に知ってもらおうと、さまざまな取り組みを行っているんです。その取り組みの一つが稲川スターフードプロジェクト。このプロジェクトは稲川町の豊かな自然が育んだ旬の野菜や満天の星の魅力を広く PR し、観光の目玉にしようというものです。商工会と観光協会が合同で企画運営しており、町内の16店舗が参加しています。お、稲坊、スターフード美味しそうやろ。そうだ、今日道の駅で新メニューの撮影会があるんだけど、行かない？稲坊、新メニュー楽しみだね。おい、稲坊、こっちこっち。稲坊、これが秋の新作メニューだよ。美味しそうだろう。この日、道の駅稲川で撮影が行われたのは4店舗の2016年秋メニュー。稲川町産の栗を使った羊羹やかぼちゃを使ったシフォンケーキなど、旬の野菜がたっぷり入った力作ぞろい。稲坊、せっかくやからこの商品、道の駅のお客さんに宣伝してくれへんかな。ということで、稲川町の宣伝部長稲坊、道の駅のお客さんにスターフードを PR です。これにもほら、金色のお星様が乗ってる。すごいね。おいしいです。この目で見て楽しめますよね。お味だけじゃなくて、星の形が面白いですし、綺麗ですし、まだ来たことないので、今度はぜひ夜に星を見に来ようと思います。稲坊、どうしたの稲坊？美味しい。昨日天文台行って星を見たんですけど、すごい合ってると思います。スターのスターフードっていうのは。稲川都市つながりました。昨日もすごく綺麗な星空で、自分の住んでる町では見れないような空だったので、さすが稲川町だなと思います。稲坊、宣伝ありがとう。これで稲川町も星の町ってみんなに思ってもらえるかな。今日は星祭りもあるしな。稲坊も行くか。稲坊がやってきたのは、星祭りの会場となっている稲川天文台。稲坊、お祭りワクワクするね。あれ、何やってるのかな。稲坊やん、星祭りに来てくれた？遊んでいく？
こちらで行われていたのは惑星スケッチ体験。映像を見ながら描くんだけど、稲坊上手にできるかな？あ、稲坊上手やんか。他にも星祭りのイベントいっぱいあるから楽しんでいってね。星祭りは稲川町の星の魅力を感じてもらおうと、毎年8月に稲川天文台で開かれているイベントで、大人も子供も楽しめる催しが盛りだくさん。正解は×。中でも天体望遠鏡を使っての観望会は大人気です。おう、稲坊、久しぶり。元気やった？今日は星が綺麗に見えるで。覗いてみるか？稲川天文台は町の最北端にある阪神地域最高峰の大屋山山頂にあります。空気が澄んでいて周辺に明かりが少ないことなどから、満天の星空が見れるスポットとして大人気。また天文台のすぐそばまで車で来られる立地の良さも魅力の一つで、幅広い年齢の人たちが気軽に天体観測を楽しむことができるんです。建物の2階にある大きな望遠鏡を覗けば、土星の輪、木星、月、火星などの迫力のある姿はもちろん、星雲や星団など肉眼では見えないとても小さな星まで見ることができます。また稲川町の町の名前から命名された稲川っていう小惑星もあるんですよ。みんな知ってた？この他にも横になりながらのんびりと見ることのできるデジタルプラネタリウムもあり、夢見心地で天文ショーが満喫できるんです。おーい、稲坊、おーい、寝てるやんけ。ダメだこりゃ、せっかく星空観望会始まるのに。そうなんです、稲川天文台では年間を通して解説を聞きながら誰でも気軽に星を楽しめる星空観望会を行っています。その観望会で天文台長をサポートしているのは星空案内人、通称星のソムリエの皆さん。星の魅力や楽しみ方を教えてくれる星のスペシャリストです。稲川町の魅力としましては、都会に比べて星がたくさん見えるところだと思います。稲川町の南部の方はまだ街明かりが多少あるんですけども、北の方、この稲川天文台のある大屋山の山頂付近ではもう街明かりもほとんどなくなっておりまして、真夏のこのシーズンであれば、天頂を見上げますと夏の大三角があって、そこからカシオペア座の方に天の川がうっすらと流れているところを肉眼で見ることができます。私は星の魅力っていうのはそれぞれ見られている方の思いでいろんな楽しみ方ができるというふうに思ってます。例えば科学の好きな人は宇宙の果てはどうなってるんだろうとかいう想像もしますし、またロマンチックな方は、ギリシャ神話とかでその星の物語ということを話を聞いたり、また写真の好きな方は、芸術の対象として星をきれいに撮るといったことも楽しめますので、どなたでもみんな一つのところに集まっていろんな楽しみ方ができるということが、一番かなというふうに思います。澄んだ空気、大自然、天体観測に最適な環境が揃っている稲川町。稲川天文台以外にも奥稲健康の里の浸水多目的広場や総合公園の展望台なども天体観測のおすすめスポット。この他にも
町内のいろんなところで満天の星空を楽しむことができます。皆さんもぜひ空を見上げてみては。